わざあるソフトクリームの香り、僕らしかったそのまんまで、無邪気な眼差しで遠くまで行こう、鈍行じゃなくて急行で旅しよう、君の心のど真ん中にダイブしたいな、そんなことぼんやり思ってたら、特に日は落ち、今夜も眠れない夜を、 BPM は当たり切ったまま、いたずらストーン、それあふれ散るフロア、君にとって僕にとって忘れない、出して顔を見せて、子供の頃に火を切って、戸惑いは君だけじゃなく僕にだってあるんだけど、そんなこと吹き飛ばすくらい希望だったり期待に食われたら前に進む必死になる、君といる未来に少しでも近づきたいな、今夜どれぐらい伝わるかな、落としたピアスを拾ってくれた瞬間にお気に入りの曲流れた、何度もさ繰り返すこの曲に飽きもせず、青かった青春の歌いなんて、君にとってその青が私だったらいいのになんて言えない時かなって思い出してくれたらな、この音相まったファーストラが心地いい、それとリンクするピアノのバズに気持ちが崩れそうで、チャイズマインドさ、いたずらストーそれあふれ散るフォー、君にとって僕にとって忘れられない夜にしたい、顔を見せて子供心に火をつけて、もう一度ありがとうございます。こんにちは、こんばんは、いたずらストアです。はい、今日は夢行く渋谷バーチャルミュージックライブということで、たくさんアバターの方がいらっしゃるよね。すごい。めっちゃかわいい、かわいい、かわいい。はい、私たちはいたずらストアといいます。2019年に、結成したバンドなんですけれど、東京ネオコスメティックポップバンドで、はい、言えた。で、ギタリストのね、ポップバンドをやっております。今日は少しの短い時間ですけれど、バーチャル渋谷たっぷり楽しんで帰ってもらえたらと思います。では、ニューアルバムの曲から聴いてください。ヒント。Yeah.
とボイスレディオ気になりしていた特に訳もない。君に LINE してたら落ち着かない週末、あの時こういう出来だったとかそんなことばっか考えてたら取り過ごした2年前に戻る。スイッチがあったなら君のことも教えてI'm not afraid to die.